287です。それでは8レースのメンバーが登場です。8レース準々決勝戦、3100m 競走に出場の選手をご紹介いたします。1番坊田和彦、2番山本道夫、3番西村義政、4番青木克美、5番吉松健二、6番別府慶吾、7番岡松忠、8番岩崎良一、以上8名出場選手でございます。8レースを迎えています。準々決勝戦は4つ目です。1番坊田和彦3用ハンデ0、2番山本道夫3用ハンデ10、3番西村義政3用ハンデ10、4番青木克美伊勢崎ハンデ20、5番吉松健二3用ハンデ20、6番別府慶吾飯塚ハンデ30、7番岡松忠3用ハンデ30、8番岩崎良一3用ハンデ30、以上の8名は0、10、20、30の戦いです。8レース準々決勝戦、発走予定時刻は14時5分、5分の延長です。試走タイムをお届けします。1番坊田選手 3.45、 2番山本道夫選手 3.42、 3番西村義政選手 3.41、4番青木克美選手 3.37、 5番吉松選手 3.39、 6番別府慶吾選手 3.40、 7番岡松選手 3.36、 8番岩崎選手 3.37、 1番 3.45、 2番 3.42、 3番 3.41、 4番 3.37、 5番 3.39、 6番 3.40、7番 3.36、 8番 3.37 です。36地層岡松選手が1番時計ですが、4番青木選手、3番西村義政選手に迫る地層でかなり強くね見えました。その辺も参考に見ていただきましょう。ご覧の地層タイムです。地層 VTR で振り返ります。思想1番時計は岡松選手、岩崎選手、青木選手が2番時計対、続いて吉松選手でした。軽ハンデ勢からは西村義政選手が、はい、4-1ですから、前回の5日間、そして昨日山陽連戦です。地元マグナム Z 西村義政選手、まあ、最近の中で一番いい思想タイム、ただそれを上回っている動きは青木克美選手でした。両走路の3連対率、1番坊田選手 35.5%、 2番山本選手 28.6%、 3番西村選手 65%、 4番青木克美選手 51.6%、 5番吉松選手 41.9%、
6番別府慶剛選手 53.2%、 7番岡松選手 32.7%、 8番岩崎選手 44.1% です。外の様子です。晴れの両走路、走路温度57度の発表です。過ごしやすくはなりました。しかし気温30度超え、走路温度は50度超え、前回の G2 競争が異常なぐらい暑かった、そういったことでしょうか。もちろん9月に入りましたので、朝晩は少し秋めいてきたんですけども、日中はご覧のように気温30度超え、走路温度はもう60度近く上がってきています。13時28分現在、天候晴れ、気温31度、湿度 40%、 風速1メートル、走路温度57度、両走路です。で8レースを迎えました。3-4-4-3からの人気です。3番です、西村義松選手、そして4番です、青木克実選手。3-4-4-3から8番、7番、2番というところが上位人気です。さあお待ちかねのこの8レースから選手情報が入ります。担当はさやぽんです。さやぽん、お願いします。はい、オートレースファンの皆様こんにちは。三陽オートリポート担当の藤川さやかです。本日もよろしくお願いします。お願いします。準々決勝戦が行われる三陽オートはぶち馬フェスタと同時開催ということで、たくさんのお客様にご来場いただいております。そしてこの8レースからは選手情報をお届けいたしますので、車券購入にぜひお役立てください。それから本日もさやかの勝手に一番星にもご期待ください。勝手に一番星は絶好調ですから、はい、絶好調ありがとうございます。期待しております。はい、それでは早速8レースの選手情報です。1号車ボーダ選手、リングとバネを前剣尾に交換しています。レースでは立ち上がりで力がなかったということで、今日はキャブ周りも扱っていきたいということ、タイヤも滑りがあったのでいいものを探していきたいというお話でした。2号車山本道夫選手です。前回シリンダーを新品に交換を行い、全体的に動きが良くなりましたというお話、止まりもいいので今日は先を求めて扱っていきたいということでした。タイヤは別のもの、レース初めてのものということ、スタートはあまり良くないので練習していきたいということです。3号車西村義正選手です。試走タイムを出そうと思っていろいろ工夫して走っていますということ、昨日の試走タイムはやっぱり 3.44 でしたと振り返っています。エンジンの感触は悪くない、出た走路が続いて今のエンジンがいい状態のまま行ってほしいということ、今日はほぼそのままの状態で走りたいということです。そしてタイヤは1着が取れているので昨日と同じものを使うという話、スタートも悪くない、抜かせないレースをしたいねというコメントでした。4号車青木克実選手です。昨日は約4年ぶりの山陽でのレースでしたというお話です。エンジンの調整は欲を出してしまうと失敗してしまうのでほぼそのまま、昨日1着のタイヤを使いたいということでした。続いて5号車吉松健二選手です。思想は自分で悪くないと思っていたけど離されてしまった、結果良くなかったねと振り返っています。スタートも若干良くなく食われてしまってショックだったというお話、今日はキャブ調整を行い前節動きが良かった状態に戻していきたいというお話でした。スタートしっかり切っていきたいということ、タイヤはレースで使ったものから選びたいというお話でした。6号車別府慶剛選手です。近況、部品交換やら調整やらいろいろ進めているけど滑って乗れていないということ、車の自由が効かないというお話も出ていました。今日もちょこちょこ扱いながらレースギリギリまで整備、やるだけのことはやっていきますというお話です。そしてタイヤはどれを乗っても滑るけど今日はレース初めてのものを選んでいきたいということでした。7号車岡松選手です。昨日のレースはあんなもんやね、重たくて直線行かないし開けづらいというお話でした。滑りそうというお話も出ていまして、キャブのセットを変えてヘッド周りを扱っていきたいということ、昨日もドドドは来るけど仕方ない、タイヤ探しも進めていきますとコメントいただきました。最後に8号車岩崎選手です。
思想から滑ってしまって昨日は全然進まなかったというお話です。エンジンの感じも違っていたということで、レース後にリング交換を行っています。朝の練習も何か感じが違うということ、ヘッド周りを扱っていきたいというお話でした。そして昨日のタイヤは良くなかったので、レース初めて今日当てたタイヤで走りたいというお話でした。8レース選手情報は以上です。はい、ありがとうございました。それではこの後、ね、残り9以降でさやかの勝手に一番星があるということですので、お客様ぜひ期待してください。すごいですよ、選ばれた選手はほぼほぼ3着まで入ってますから。それでは成績です。1番ボーダー選手です。昨日7レース3着、思想 3.45、 上がり 3.522、 ハンデ40から18でした。思想4号です。ボーダー選手の1枠ですが、思想はトップ向きで計算した方がいいんですかとボーダー選手本人さんにお聞きしましたところ、いや僕は関係ありませんということでしたので、賞味の 3.45 でよろしいかと思います。2番山本道夫選手、だいぶ調子上がってきた、そういったコメントでした。11レース2着、思想 3.40、 上がり 3.478、 ハンデ20から16。3番西村義政選手もすごく軽やかに喋っていただいておりましたよ。3レース1着、思想 3.44、 上がり 3.487、 60m から16です。今日は 10m からのスタートです。そして青木克美選手、今回まだお会いしておりませんが、6レース1着、思想 3.39、 上がり 3.465、 ハンデ60から11でした。吉松選手12レース6着、思想 3.37、 上がり 3.486、 ハンデ30から11です。今回祭はファンサービスもあり、選手会の活動でも忙しい中、レース集中という、ね、お話出ていたようです。別府慶吾選手5レース8着、思想 3.38、 上がり 3.483、 ハンデ70から26。岡松選手は1レース2着、思想 3.38、 上がり 3.451、 ハンデ70から07。岩崎選手は10レース4着、思想 3.38、 上がり 3.464、 ハンデ70から20です。3443から7番、8番、2番というところ上位人気です。モバイル予想です。本命は岡松選手、対抗は岩崎選手、3番手山本道夫選手、4番手に青木克美選手です。782872728278478というフォーカスが出ております。3番西村義政選手、4番の青木選手の人気にはなっていますが、ご覧の印フォーカスは昨日の時点、前日予想になりますのでご理解いただきたいと思います。ご覧のようにちょうど今人気が出ております。4337、4334から7番8番です。青木選手の動きがすごく目立ってますけども、西村義政選手の41もこの思想は今までの中では一番いいと、そして本人さんのお話にあったように思想を出したいと、思想から出してお客様へというねお話だったんですけども、いろいろと工夫してるけどなかなか思想が出ないということで毎日やってるそうです。今日は41まで車を上げてきましたが、後ろの青木克美選手の勢いが良かった、青木克美選手の勢いが良かったので西村義政選手の思想はどうなのかなと心配しましたけども、41出ています。今までの流れだとタイム的にはこれ十分なんですけども、相手あってのこと、そして岡松忠選手、まあドドド来るけど仕方ない、このぐらいならレースできるだろうと、岩崎選手なかなかいいコメントは出ていなかったようです。ご覧の印フォーカス参考にしてください。ただいまのお時間をもちまして締め切りとなりました。ご投票ありがとうございました。8レース締め切りました。たくさんのご投票ありがとうございました。この時間はネット投票キャッシュバックキャンペーンのお知らせです。3000以上で自動エントリーです。3000円以上、5000円未満ご投票いただきますと現金5000円が当たるチャンス8名様に、そして5000円以上お買い求めいただきますと現金1万円が当たるチャンスです。詳しい内容はオートレースオフィシャルホームページでご確認いただきたいと思います。
発送までお待ちいただきましょう。ちょうど今上位人気、そして後輩とベスト10ということでご覧いただいております。347437348438342432というところ上位でした。青木克美、西村義政、そして岡松忠史、岩崎良一、山本道夫です。どんな組み合わせでしょうか、どんな結果になるのかご期待ください。8レースのメンバーが登場です。青空が広がっています。自然豊かな山陽トレース場、山に囲まれておりまして、そして本日ふれあい動物園、動物たちもここ山陽大戸にお目見え、そしてぶちうまフェスタ2017、この後16時までとなります。ぜひお立ち寄りください。それでは準々決勝戦は4つ目8レースです。0、10、20、30の戦い。0、1番ボーダ和彦、10はベテラン並んで山本道夫、西村義政。20メートル、昨日は会心の一撃、前回の浜松最終日から連勝ゴールでした青木克美、そして吉松健治。30メートルから別府慶吾、そして昨日は2着に食い込んだ岡松忠史、昨日は試走から滑って滑ってどうしようもなかったという岩崎良一、8号車。今日はどんなレースを見せてくれるのか。人気になったのは10の外、3番西村義政、今日は試走4-1までタイム上げてきています。ただその西村に試走を迫る勢いだった青木克美、青木も人気の1社、試走は3-7でした。西村義政、青木克美、3-4、4-3から7番岡松、8番岩崎、2番山本と人気は続いています。どんな競争になっていくのか。ブルーランプ点滅開始となってまいります。10倍切るものありません。347437が上位でした。3秒、2秒切ります。8レース準々決勝戦スタートしていきました。青木が好ダッシュ、前を襲うスタートになるか。ここはインコース競りかけてくる。青木がジャストミート、3番の西村義政をスタートで叩いた。西村義政逆転はあるか。4番手から体勢を立て直していきます。6番の別府慶吾、義政はここは6番手発進、8番の岩崎は一歩前、岡松は8番手苦しい位置です。レース3周目、先頭1番のボーダーどこまで逃げる。2番山本道夫、ここは3位のベテラン勢が先頭2番手。4番の青木がインコース上がってきました。山本道夫一発で捉えた。6番の別府慶吾も追走するも、5番吉松がまくってまくって、ここは3番手逆転です。上がってきています。レースは3周目、先頭1番のボーダーまだリードはあります。4番の青木が2番手から先頭を伺うところ、5番吉松が逆転できるか。その後ろが6番の別府、8番の岩崎良一です。2番山本リンコース、岡松が上がってきました。3番西村吉松苦しい位置、8番手に下がっている。レースは残り半分です。1番ボーダーのリードがほとんどありません。4番の青木はまくるのか。インコース吉松が狙っている。吉松がインコース、そして別府慶吾も上がってくるところ、別府慶吾3番手浮上となりました。先頭1番のボーダー、2番手が4番の青木克美、人気の青木がなかなかボーダーをさばけません。岩崎も3番手圏内に上がってきています。レースは残り1周半となってまいります。1番のボーダー、さあインコースが空いた。6番の別府慶吾が2番手浮上となった。別府慶吾が2番手、そして青木が3番手になった。1番のボーダーか、それとも6番の別府慶吾か。6番の別府慶吾人気薄です。別府慶吾がここでトップを奪うでしょうか。インコース上がってくる。別府慶吾最後入ってきました。入れない入れない。さあ500勝はお預けか。4番の青木、2キロ中心は3番手、1番のボーダー、ボーダーがなんと6周回逃げ切ってみせた後輩投下。すごい競争になりました。ボーダーも別府も売れていません。結果はいかに、どれだけつくんでしょうか。
164です。後ほど配当をお伝えします。高額配当です。発表いたします。読み間違えないようにしないといけません。8レースの確定です。すごいです。おそらく場内でね、こちら当たった方いらっしゃったらご連絡ください。それでは8レースの確定です。1着1番ボーダー和彦、2着6番ベップ慶吾、3着4番青木克美、1番6番4番です。上がりタイムは 3.506 でした。払い戻し金お伝えします。2連単16 138,340円、2連複1と6の組み合わせ41,580円、3連単1番6番4番は1,387,260円、3連複1と4と6 55,900円でした。間違ってませんね。大丈夫ですね。はい、8レース払い戻し金2連単16 138,340円、56番人気、3連単164 138,760円、325番人気、高額配当となりました。ボーダ選手見事逃げ切ってみせました。1着です。通算483勝目です。ゼロから逃げますので、一着を取らないと明日のセミファイナルは見えてこないというところ、しっかりと一着を取って明日の準決勝戦の切符を手にしました。おめでとうございます。